はもうすでにオンラインチェックインしてるので、ここをガン無視できます。あるのは伊豆にいる池なので、207の A ってところですね。次こんな感じ。なんかめちゃくちゃ揺れる。ラッキリューか。おはようございます。ナビゲーターの秋野です。現在7時40分ぐらいです。イスタンブールを離れてですね、今日はイズミルに行くことになっています。ということで、もうチェックアウト早々に済ませ、今から、サビハ玉泉国際空港まで行きます。タクシム広場からこっちに行きます。するとあそこにバス乗り場があるんですけど、ハババスってのに乗ります。あれじゃね、そこのファロスっていう店を右折したところにあるバスに乗り込むそうです。なんか中で支払いするそうです。で、荷物はそこに預けていただきました。うん、大丈夫かな。じゃあ入ろうかな。直通で送迎してくれるバスは121ドルゴリラだから、まあ、600円前後で乗せてくれるのはね、かなり良心的だと思いますよ。うん、なんかバスじゃなくてもメトロとかでも頑張れば行けるらしいんですけども、乗り継ぎが面倒だったり、なんかフェリーとか使ったりしなきゃいけないみたいなので、とりあえず、うん、こういうのを乗った方がいいと思います。今ね、時速100キロで104キロでバス飛ばしてます。バスですね。まあ、何もねここのこと知らないんで、ちょっと急ぎ足で行きたいなって思ってます。PC2188 なので G ですね。カウンターはすでに空いているみたいです。 G 行きます。そこはアナドルジェットですね。同じく、まあ、トルコでよく就航されている航空会社です。で、なんかこんな感じで、ね、自動機械の端末クソあるんですよ。だからまあ最悪やらなくても大丈夫なんだけど、私はもうすでにオンラインチェックインしてるので、ここをガン無視できます。勘違いしてた、みんなここでやらない感じだし、ちょっとしていきます。ボーディングパスをスキャンしたらこんな感じでいきます。制御にワンパーソナルのチーム、へへへへへへ、 OK、 大丈夫多分。 Do you want to do drop? drop of baggage place luggage side、 こんな感じで置いてます。オッケーかな、うん。で、これを自分で貼れって感じです。ちょっとボーディングパスも欲しいんだよ。プリントボーディングパスです。オッケーオッケーオッケー。さあ、再びちょっと行ってきます。多分大丈夫。はい、簡単にね、預けられた。10時35分なのよ、出発が。で、ボーディングタイムが10時で、まあいろいろ逆算して保安検査場の締め切り時刻はもうちょっと早いと思うので、ちょっともう入っちゃおうかな。いいな、それ乗せてよ。ちょっと映せないんですけど、すぐこの右側に保安検査場があります。やっぱまっすぐ行くだけでしたね、簡単でした。では行ってきます。はい、保安検査場出てきました。私が乗るのはイズミル池なので、207の A っていうところですね。ちょっと分かんないから先にもう搭乗口へ向かっちゃおう。207はこっち。結構いろんなお店もあるし、各搭乗口の前に1個、うん、平均1個なんか飯屋があるから、そういうのでこと足りると思うな。なぜかもう登場が始まりました。え、どういうこと。席こんな感じ。あのね、座席ついてめっちゃ驚いたんだけど、端のとこ席広い。え、すごくね、すごくね、めっちゃ広くね、荷物置くじゃん。あ、全く問題ないの、ね、すごく。
テーブルがこんな感じ。開かないぞ、開かないぞ。こうか。うん。ちょっと来たね、来た。うわうわうわ。こんな感じ。うわうわうわ。なんだなんだこれは。で、実は安全の修理です。今回の機材はエアバス A3-32 ですね。日本にもある機材ですね。なんか最近乗った気がするな、これピーチだっけ、わかんないけど、でもピーチより広い方です。で、これは機内販売かな。 The tastiest menu in the sky。 360リラ、高え。うん、迅速に来るのですごく助かりますね。さあ、アドナ・メンデレス空港に到着です。とても綺麗な空港ですね。国際空港なのかな、ちょっとわかんないけど。はい、ということで私は、着きました。イズミルの、アドナ・メンデレス空港ですね。無事、荷物も来たので良かったです。まあ、ちょっとね、いろいろと遅延とかがあって想像以上に時間がかかっちゃったんですが、まあ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 、よしとしましょう。ということで、イズミルに着いたんですけども、ここから早速移動して、セルチクに行こうと思います。ということで、ペガサス航空搭乗機はこれで終わりとなります。ご視聴ありがとうございました。